はい、こんにちは、こんばんは、どうもです。おはようございます、どうもです。豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。ハイドロニア、進んだのでね、まあ、現状を見ていただければわかると思うんですけど、結構ね、いろいろやった後なんですがね。お？どうした？あ、大丈夫か。おお、重いぞ。あー、ぴょんぴょん跳ねてる。元気そう、元気そう。頑張ってるね。元気跳ねてんね。元気そうだね。あのバグどうにかならんかな。おお、おお、元気元気。元気元気。どうしたのかな。ごめんね。餌持ってないんだ、今。ちょっと野生のね、トラックくんが暴れてますけど。また後でちょっと乗ってあげよう。あ、引っかかるな。ちょっとここ引っかかる。もうちょっと整理するか。ここか。よし、こんな感じ？こんな感じ？こうかな？まあ現在ね、こんな感じ。ここ掘って、ここにありますよと。よし。で、スコップを持つか。ここを今ひねれば水が出てくるはず。一応、これ水ね。で、これで、まあ、下まで掘っちゃったから、ようやく、ちょっとね、ちょっとした作業ができるよーっていうところなんだけど。ここまで来るのも意外と大変でね。ここはなんとか、まあちょっとまた後で拡張したりとかして、パイプラインはあそこのままでいいと思うんだ。で、まあ下まで掘っちゃえば、まあ最初っていうかね、アップデートがあった後、2.0 あった後から見てる人は、この後どんな感じになるのか、ちょっとまあ想像がつくと思うけど、あれ？たらいがないぞ。あ、あっちか。魚用に使ってたのか。いい。買ってくるか、めんどくせえ。じゃあ、魚用に取っとこう。なんだ？お、なんだ？やんのか？ちょっとね、コントローラーの配置を変えたもんですから、ちょっとね、今までとね、勝手が違うというか、間違った操作をしよう。お、エビちゃんだ。お、何？エビちゃんだ。エビちゃんを入れて、ちょっとね、操作間違いやすいんでね。罠でもエビちゃん引っかかるんだな。ちょっと穴を広げるとね、ここからね、入ることができる。わたたたたた。昔のね、消防のレスキュー隊のね、2階から下にね、2階に大体みんなね、住んでて、1階にある。ポンプ車とかに乗ってね、消防車に乗って、出動するときに、スロープをね、スロープ？なんつったんやろ、あれ。棒をね、棒に捕まって、スルスルスルってね、行くやつね。あれみたいな感じです。上から下にスーッと、まあ、行かなくてもいいんだけどさ。で、これを、ここに置くことによって、これ常に水が溜まっている状態ね。で、まあ、この辺を掘って、入れて、掘っ
て、一番下まで来ちゃえばね。このゲーム、まあ、なんだろうね。下にある土が、下に行けば下に行くほど、この土の中にあるものの品質が良くなっていくので。で、これを、よいしょっと。シャコシャコすると、こうやって。まあ、あんまでも変わんないのかな。あんま、この、最初のエリアの、はそんなにいいのは、前はね結構いいでっかいの出てきたんだけど、どんどんアップデートから忘れちゃったけど、あんまりねいいのが出なくなっちゃったんだよね。間違えた。増やしちゃった。ちなみにバケツは倒れてても中に物が入れられる。水はねこぼれちゃうんだよ。入れられない。早いな。間違えた。こうしてひっくり返ってるぞ。おい、いけるか。お、間違えた。3を新しいの配置変えたら分かりにくくなっちゃった。こうして、こう。そう。熊手ってあったんだけど、熊手がどういう風な作用をするのかな。ここがね、もう反対側上がっていく坂なんだよね。まあ、あと掘れるって言ったらこっち側になるんだろうけど、まあ、ちょっとたらい状というかね、楕円形になってるので、ちょっとこの辺が境かな？雰囲気的に。この辺が境で、こっから平らになるのかな？まあ、とにかく、工場を作るにはね、ある程度掘っちゃわないといけないんで。で、これ取って、さっき落とした、こいつの上に、これを、間違えた。そうするとね、だんだん大きくなるんですよ。これ確か前のやつだとでかいやつでもたらいの中に入れられたから、土をこうやってね一回中入れちゃって、で、まあ、土ブロックっていうね感じの系統にしちゃって、まとめちゃって、あれ？あ、またもんね。もんねえよ。結構でっかいの出てきたよ。前はね土をねたくさんね用意したんだけど、あ、土じゃなくてバケツをたくさん用意したんだけど、まあ、そうじゃなくて、まあバケツでね土を一回集めた後、
まとめてしまうっていうのがね、いいんじゃないかなと。なんか今説明おかしかったな。まあ、前はバケツをね、用意したんです、たくさん。で、いっぱい入れといて、詰まってきたな、声が。バケツをいっぱい取っといて、で、それでね、ジュングリジュングリやったんだけど、まあ、そうじゃなくて、これでね、合わせちゃって、あれ？大きくなんない。大きくなんだけどな。なんないな。え？あ、なったなった。重ねちゃってね。そうすれば、まあ、一回にね、やる。数が減ってくるんじゃねえかと。これじゃ今大きくなんないのかな。もっとねでっかいね塊になるんだけど、本当だったら。もう一回？え？あ、ダメか。こいつの上に落としちゃう。よし、つながった。ただね、このね、作業台じゃなくて、作業用のあれもまだ浮いてたりするからね。その辺はまた足場を用意して。溜まってきた、溜まってきた。このボタン。よし。こっち。ね。いいんじゃない？そろそろ物いっぱい集まってきてるけど。前はね、トリガーでこう掘ってたから、ついつい、トリガーで掘ろうとして捨てちゃう。トリガー、前はね、拾うボタンとね、使うボタンかな？の配置がね、今とはね、違ったので、その癖が残ってるせいか。癖だな、早く直さないとな。もう一回かな。暗いな。そろそろ新しいランタンが欲しいところ。もう一回かな。よしよし。あれ？
あれ？よし、くっついた。ん？うん、やっぱこれが最大サイズになっちゃったのかな。前はもう一回りでかくなったはずなんだけど、なんないな。採掘すればもっとでっかいと出てくるかもしれない。よし、見てくれ、こんだけ。さあ、上に持っていこうか。上でも真っ暗か。と暗いな。朝日が昇るようにしようか。せっかくだからね。寝ま、あ。あれ？はい。配置。こうか。よし、朝っぽいけど、まあなんか朝って感じしないな。さあ、持っていこう。次はまあなんだろうね、まだちょっと選別用の釜はいらないかなって感じかな。インゴットにし始めたら選別必要だけど、まあまだね、それはしなくていいから、とりあえずこの、買い取り屋さんでね、買い取ってもらって、おお、1回で500、なかなかのもんじゃない。で、機械が変えるでしょう。機械買ったら、今あるあそこに備え付けて変えるかな。多分変えると思うんだけど。で、水力で動かすっていうことをやればね、結構はかどるでしょう。いい、置いて。で、これは資源を自動的に、洗ってくれるやつで。まあ、洗いは今自分の手でやるとして、だからえ666変えるかな、変えるかな。これが432だったら全然変えるね。これドリルね、これを購入します。ようやく作業効率が良くなるぞ。で、残りいくつ ?234? じゃあちょっと街灯を買っとくか。壁掛けランタンをお前持ってったけど、壁掛けじゃなくて普通に備え付けにしようか。ただこっちの方が良さそうだもんね。壁とかあれば別だけど、先に向こうに持っていこう、これを。ちょっとね、奥が暗いから。間違えた。この辺にして、で、これから、スイッチを置こうか。これでだいぶ明るくなったし、で採掘機が来るからもうこれはいらないと思う。
で、もう一つあれだ。やんなきゃいけないことがあって。ちょっと忙しいけど。多分十字パイプがいるんじゃないかな。いくつあるかな。だ、ギリギリというか、いける。よし。まあ、とりあえず単純にこの先にくっつけて。上。これでいいかな。いや。本当にちっちゃかったからね、石一個が大変だったけど。あら、そう、もう一段下げなきゃダメか。まあいいや。あと2つ分あるかな、あるかな。上削っちゃって1個用意する方がいいような気がするけど、2つ一応買ってくるか。足りるかな。3つだな。こうで3つだな。3つ分はないかな、お金が。ないな多分。いや、これ2つでいけるか。2つでいけるかな。いらねえ。L 字2つでいるかな。L 字に余ってなかったかな。50あるか。46だな。ちょっと微妙に足んねえな。お金が足りない。こんな時のためにちょっとお魚を売る用意はできてるから、お魚を売ろう。これも一緒に。入って。入らねえな。これだけ持っていくか。20ゴールハイドロコインぐらいにはなるだろう。ようやくだな。ようやくそれなりのものになると。11位。まあいいや。なんで？11とかの半端な数が一番良くないんだけど。どこっち来い。やばい、すごい眠くなってきた。わー、どうしよう、すごい眠くなってきた。急げ。ダメだよ。
洗い場が作れないから結局組み方次第か。でも組み方次第だな。まあいいや、ちょっと無駄遣いしてるような感じがするけど、今こう深夜2時ぐらいなんで脳死状態でやってるからね。大体これぐらいの時間しかこのゲームやる時間ないからな。おいおい、これでよしと。でこれで、まあ、スイッチオンすれば、おい、これ出てきた。止まんねえな、ちょっと止まってほしいな。前と感じが違うね、出てくる感じが。あ、ま、一緒か、音が違うのか。ちょっとあれだな、これじゃ多分いけないんだと思う。あー、止まってろよ。一段上につけた方がおそらくいい。え？これね、今多分ね、何もない状態でね、多分土が何もない状態でやっちゃってるからこのサイズなんだよね。一段、もう一段上げた方がいいな。上を削ってギリギリまで削っちゃって、そうなると別にこの L 字パイプはいらなかったな。この辺ちょっと削って、この上か、この真上くらいか。こんなもんかな。よし、いける。これで、前はね、必ず下に土がなきゃいけなかったので、前じゃなくても、今も多分そうだと思うんだけど。ちょっとあれだな。かな。よし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 。サイズあんま変わんないかな。もうちょい下か。え？
域みたいなね部分のところにしっかりくれば多分忘れてるな、まあ、ちょうど。入ってないな。要は下に土があるということをね、誤認させるというか、まあ、この盛り土でそれを補うみたいなね、やり方なんですけど。なくなっちゃったかな、それは。前はそれができたんだけどな。あらかじめ作っといてから持ってこなきゃダメかな。埋まってるかな、なんかわかんないな。ほいほい、暗いしな、ちょっとな。手前の足のところに来ちゃうんだよね、ちょうどよく。すーげー溜まってきちゃった。これでね、一旦はこう無限にこう来るということが分かったでしょう。これでもうあとは安定ですね。ちょっと土の感じがなんとかしなきゃいけないかなっていう感じはあると思う。ちょっと一旦黄色。一回ね、もう一回整備して。暗いしな。この辺に置くか。これでいいかな。これで土入ってるよね。もうちょいなんか、もうちょい必要か。この辺の土を。こんなのかな。良さそう。明かりがやっぱりね、ないからね。
なかなか若いけど変わんないか。ああもういいよもういいよみたいなね。あと掘る力かな、掘る力によっては確か変わったけど、今どうなんだろう。 2.0 になってからはちょっとわからないからね、わからないことづくめなので、一旦ねいろいろやってみないとわかんないところが多くなっちゃってるから。まあね、ここで集まったやつをね、まああとは全部たらいに入れてシャカシャカ歩いて洗っていけばもう完全に簡単にね手に入ると。まだ手洗い部分があるけど、もう一個採掘用の、採掘じゃなくてなんだ、これをね石から、自動的に洗ってくれるやつがあるんだよ。それを使って今度は、よいしょ、まとまるね。なんだろう、一回町に行ったりとかして、トタンとかね買ってね。あんまり転がらないようにすれば勝手にねくっついてくれて大きい塊になってくれるんだけれど、ちょっと今はねお金がないので手動でやっていきましょう。とこの溜まったやつをね洗っていけば、さっきのねやつより効率がよく、もうこれ以上いかないか。で、こう塊ができました。で、さっき外に置いてきちゃった。あと、あれだね、この辺にあったやつ、この辺かな。あれ？この辺にもあったよな、置いといたよな。連れてきちゃった。あったあった。あとね、地下でね、作業するようになっちゃえば、あれだな、ちょっとあれだな、これ使うか。で、今中腰だね。一番中腰って疲れるんだよね。を落として洗って落として取って落として洗って、まだね手作業の部分多いですけど、さっきよりね断然早いんでね、こっちの方が、あら、どうした？溜まった。場所が悪いだったの。間違えた。これは？あ、これ土じゃん。
よ、土の塊が。土塊が。そうか、入れといたからか。研磨機は買ってきてもいいかもしれないな。もうちょい前か。入るとき入らないといけない。この辺かな。ああ。うん？よしよし、これならどうだ。これで。うん？うまく当たってないな。よしよし、これでいいよ。果たして本当にさっきより効率が良くなったのかどうか。自動洗い機を先に購入するか。あ、やっべ、出てきちゃった。まあいいや、売ってから取るか回収するか。おっと、金だ。じゃあまあね、こういう感じでだんだんと拡張していくよっていうの。まあ、ちゃぱちゃぱうるさかったらね、ここで元戦士入れちゃいます。止まるから。で、まあ、パイプラインをね、ちょっとね、いじって、また、水の線とかね、いじればね、水圧とか調整しながら、こうシャコシャコできるから。最初はね、パイプラインをこううまくやって、やればいいんだけど、まあ、01コードで、うんたらかんたらちょっと難しいかもな。で、こっからまたね、これあれだな。こうじゃなくて、そもそもが、多分ね、やりやすいやり方が、ちょっと今ね、思い出して。こうじゃなくて、落としちゃった。おい、おいと。これをね。違う。でね、水がね落ちてくるから、これでやりやすくなる。こっちはこっちでこう動かして、おい、多分ここの水の線を切ればね、
速度上がったりとかすると思う。ここに落ちるの？今のうちにね、出てきて落下する位置を把握しておいて、ベルトコンベアのね、位置とかまた作んなきゃいけないかな。よし。じゃあ、まあ、とりあえず、さっきの効率が本当に良くなったのか。まあ、自分で掘るよりね、多少マシになってると思うかな。少しは収入になるでしょう。まあ、掘って、洗っての部分の掘ってを自動でやってるけど、まあね、1個がちっちゃいからね。うん。まあ、さっきの方が儲かってるな。確実にな。で、このちなみに光ってる、これ、やつは、シェードだかシャードだかって書いてあるかな。水圧を上げたりとかね、する、ちょっとした、パワーソースというか、結構でっかいのちいいね。だってこれもね、インゴットにすることができるので。あ、間違えた。かけら。謎に満ちたクリスタルのかけら。工作機器の動力として使える。不思議ですね。よくわかんないですね。お、帰ってくるとね、あらほら、ほらほら、お、間違えた、お金落としちゃった。よいしょ。まあいいや、この辺に置いとけ。ほうほう。で、まあいいのは、一番いいのは、ここに水が落ちるところを用意して、で、これを、ここに置いて、中に溜まって、洗って、溜まって、洗ってってやっていけば、まあ、いいですね。ちょっとそのお金でパイプラインを生成して、で、それで、次回見るときには、もう普通に、ただ、ここでブラッシングしてるだけでね、いろんなものが手に入る。ちょっと今、なんだ、マイクの前でね、手でブラッシングしてるね、ジェスチャーしてんだけど、まあ、映んないよね。ガコーン、シャコシャコ、ガコーン、シャコシャコみたいなね、風になると思う。ではまたとりあえずこの辺で終わりたいと思います。次回はね、次回というか一眠りして、次見るときはね、多少また変わってることでしょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。